どうも、ミッシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、ということで今日でゼップ新宿最高到達点まであと残り18日になりました。おお、18、早くない？さすがにめちゃくちゃ早い。ということで今日は26日なのであと16日ということで、あと2週間弱ですね。で今回私たちね11月、はい、からその、渋谷のハチ公前、ハチ公改札口付近の大きいところで手売りチケットを1日15枚から20枚売り切れるまで帰れまてんっていうのをやっています、はい、で今日も実は15時から19時まで手売りチケットやってきて、はい、で今日で17回目、はい、チケットの方が187枚羽ばたきました。やばい。手売りね、はい、手売りの枚数です。そうです、うん、でネットはまた別であるので。あーすごすぎる。11月まででその達成する枚数っていうのがあって、全部合わせて300枚羽ばたかせようっていう目標があります、はいはい、であと手売りチケットできるのが6、7回しかないんですけども300枚、うん、ということであと100枚ほど。1週間、はい、だから1日に20枚目標を達成しないといけないっていうことで、うん、ちょっと大変なんですけども、まだその手売りチケットをやってることを知らない方だったりとかいると思うので、ちょっと手売りチケットいつやるかっていうのをお伝えさせていただくので、まだチケット持ってない方だったり友達と一緒に行きたいけど買い方が分かんないっていう方はぜひお越しください。はい、はい、今日もなんと手売りチケットやります。はい、で27日は、17時頃から渋谷のハチ公前でやります。で28日は19時半ぐらいから真帆がやります。29日は18時頃真帆さんがやります。はい、30日がチェゴ全員で17時半頃から渋谷手売りチケットやります。で12月2日もやります。12月2日は17時から、チェゴで渋谷のハチ公前でやります。この日までに300目標で頑張りたいので、もしまだチケット持ってない方いらしたらぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。ネットではその 3つの種類の席が買えるんですけども、手売りチケットは2000円のチケットのみの販売になりますので、あと現金でしか無理なので、うん、そちらも本当にすいませんがご用意お願いします、はい、お願いします。あとね今回手売りチケットを買ってくださった方が、例えば1枚買ってくださったとしたら1枚チェゴと写真撮れるとか、2枚買ってくださったら2枚撮れるっていう仕組みにもなってるので、うん、ちょっとまだ会いに来てない方もこれを機に会いに来てくださってライブを楽しんでいただければと思います。いやでも冷静に17回目で約200皆さんのお手元にあるっていう事実が、うん、まず本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にまずもう感謝しかないですよね。なんか路上をやってて差し入れとかくださったり、もうチケットすでに買ってくださったんだけど応援の言葉をかけに来ましたっていう方もいらっしゃって、なんかもう結構過酷な状況なんですよね、うん、その中で温かい言葉とかいただくと本当に心がほっこりします。私たちのために時間を割いて、そしてチケット買いに来てくださった方も本当にありがとうございますやっぱりこの17回で187枚羽ばたかせたのは本当にすごいことだなってめっちゃ言ってくださるんですけども、やっぱりそのファンの人たちが買いに来てくれたから、うん、渋谷まで買いに来てくれたからこれがなってることで、うん、なんかそのいつも来てくださる方がその友達が行きたいって言ってるから買いに来たよっていう方もいたりとか、あと YouTube 4、5年前から見ててちょっと初めてライブ行きたいなと思って買いに来ましたとか、なんかファミリー層だったり子供だったり大人だったり老若男女の方からチェゴを知ってもらえてるんだなっていうのが本当目に見えて実感できるのが手売りなので、この方がチェゴしてるの、この方もチェゴしてるのみたいな、ちゃんと分かること、目に見えて分かることなので、すごいなんか自分たちもすごい大変だし、もう寒い中やってるんですけども、なんかそういう人たちと実際にお会いしてチケットを買っていただけてお話ししてそれが実感できるのがすごい楽しいので、うん、ちょっとまだまだ300っていう目標まではあと100枚ほど遠いんですけども、うん、これからも新しい出会いだったりとかそういうのをゼップに向けてかけてる思いはみんな同じなので、それに向けて辛いことがあっても頑張ってやりきろうっていう思いでみんないっぱいです。やっぱ真帆は、うん、その、まあ、はるかとごとでは編集だったり振り付けだったり編集とかあって、その行けない時があるのでその分を担ってくれてるのが真帆で、うん、
まあ人一倍もう本当ゲームプロっていうところでの大先輩だけどさ、うまいよね。そうなんですよ。私のことをあの渋谷界隈って呼んでくださっても全然いいくらい。もうほぼ毎日渋谷で。毎日いるよね。そうなんです。みんな配信見てくれたら分かると思うんですけど、3人でやってる時の魔法と1人でやってる時の魔法の表情が多分違すぎて、コメントによく書かれてたんですけど、3人でやってて、3人でやってる時は1時間とかでなんと目標達成したりだとかすごいしてたんですけど、一人になってから途端にチェゴでーすってやってもスンっていう風なのがめちゃくちゃ続いて、もうめっちゃ心が折れてしまって悲惨な配信をしてしまったことがあるんですけれども、魔法の頑張れた理由がコメントをしてくれるみんなだったり、頑張れってなんだろう、差し入れを持ってきてくれたりとか、外国人さんの微笑みだったりとか、なんかほんと小さいことが全部嬉しくて、ありがたみを改めて実感できるよね。そうなの、人間の温かさをすっごく感じた1ヶ月間でした。同時にね、ゼップに向けて他にも準備してるものがすごいあって、本当に早くみんなに見せたいっていうこの気持ちで、この配って買ってくれた人たちにももう超最高なものを見せたいっていう思いも頑張れる気持ちの一つだったので、絶対に300枚売り切ってもう最高なパフォーマンスを見せたいと思います。今日から毎日渋谷ハチ公前で手売りチケットをやります。ぜひ来てください。そして路上の手売りの様子をね、皆さんにもお届けしたいと思うのでご覧ください。ありがとう。次やったら買おうかな。最高。知らないのにさ、チケット買ってくれる人がたくさんいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。悪いこと言っていいですか？忘年会なくなりますように。忘年会なくなりますように。じゃあお兄さん、写真撮れるのでよかったら3人、4人です。撮りましょう。やったー！ありがとう！泣いてるファンの方が。配信ってやつ。
手売りで羽ばたかせたということになりますので、明日200枚達成できることを願っております。はい、本日受け取ってくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。明日は20時からやりますので、やばい、頑張ろう。皆さん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。では、明日ねー。ありがとうございました。まあ、5時間半やって9枚だったので、後半戦だからね。今日嬉しかったのが、知らない方が、私たちのことを知らない方が、楽曲を聴いてくださって、そうで興味を持ってチラシをもらいに来てくださった方がいて、それめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいですね。明日は2時間で20枚なので気合い入れて、はい、頑張りたいと思います。それで17日目、はい、1枚でした。ありがとうございました。そろそろみんなでラストなんですけども、最後まで一緒に楽しんでいきたいと思います。